皆さんこんにちは、つなげでございます。今回ですね、今回はですね、ハンガーゲームズやっていきたいと思います。 10% の確率で成り上がった、プスッ。お前この隙何プスッ。お前マジで唾がめっちゃ飛ぶんだけど、デスクトップマジ汚れたわ、ダリーは。はい、というわけですね、ロビーゲームズやっていきたいと思います。暑いね、ほんとマジで。今クーラーつけてないからすっげえ暑い。なんでクーラーつけてないかっていうと、まあ夏風邪をひきましてですね、そのせいで動画を撮ることができなかったんです。誠に申し訳ございませんでした。というわけですね、はい、ロビーゲームズはめっちゃ久しぶり。うおー昔から変わんないルートを使いたいと思います。で、頼む、敵くんね、お前マジでありがちで、ちょっとどうせやってなかったんで、最近ちょっとエイムじゃなかった、このポチポチするの苦手になってきてしまったんですけど、まあそれでもね、優勝を決めていくのがこのツナキャピですので、まあご安心ください。今回もね、無事優勝してね、華麗なねプレーをな皆様にお届けしたいと思いますので、やっぱ足音こういう時はしっかり聞いてね。やっぱ学生は足音から始まるってね、よく言いますので、ね、やっぱ足音聞くの皆さん大切ですよ。はい、というわけでね、なんか 1.7.10 ですと最近すっごいラグくて、なんか MCSC プレイできないんで、なんかね、ほんとめっちゃラグいんですよ、マジで。3ピンです、4、2ピンとかちょくちょくなるみたいな、そんな感じなんで、ほんとやばいんでね、マジで。で、ここに最後のレアテストあります。皆さんよく覚えててくださいね。ここめっちゃいいですから、このルート。ほら、ラストにやっぱレアテストにはいいことがありますよね。よし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 。ただここ閉められたらアディオスなんで、早めに出ないとアディオスです。オッケーいい感じだね、結構。あと足さえ見つかれば完璧なんですけど、もう足ってどっかなかった？あ、あった。やっぱ天才はちげえわ。こういう時にちゃんと足をね出していく立ち回り、やっぱ違いますよね違いますわ、ほんと。で、ここで、まあ、下にね作業台があるんで、ちょうどダイヤも2つあるっていう、ここも計算済みですね。すごいですね、プロは。違います、ほんと。この人鉄鶴だ、なんかちょっと強そうじゃね。言っとくか。あれ、どこ行った、あいつ。え、あいつどこ行った。なんか音だけする、音だけする。おおお、なんだあれは。オフで戦ってるぞ、あれは漁夫のる。あれ、ちょっとここ覗けない。失礼させてもらって、こんにちは。お、倒してる、鉄する。いいね。そこで装備を剥がしたところで俺が行くよ。よーしこれがしたかった。よし、これ勝ち確だろ。え、これ無装備縛りだろ、絶対これ無装備縛りだって分かったもん、マジで。プリーズ。ん、何をプリーズ。あ、絶対無装備縛りだよな、あれなんか今火打ち石巻いてきたから、無装備なのにあんな強いのはありえない、ありえないと危ないっつってわけでね。おっと、近づいてきたところで弓をかこーん。おい、ふざけんなよマジ、そういうのダリって。ほんと当たんな俺マジで。おい、ふざけんなよお前マジで。よ、俺の弓エムがさ最近低くなったのはさ、どういうことマジで。あー、ダリアイテム取られた。鉄剣とか入ってたっけ。入ってたわ。やらかしピーマンだ、ほんと。うまい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 、待って、4秒待って、お前4秒待ってくれ。危ねえじゃん。おうおうじゃねえんで、俺がおうなんだよマジで。オーマイガーなんだよ、ほんとマジでよ。こいつクソうまくね。待て、手投げんでよお前。おいしおいしおいし、俺の方が大剣なんだ、分かってるよな。オーマイガー、オーマイガー、危なかったよ危なかった、勝てた、よかった。 1.8 マジで怖えわ、クソゲーを。無事優勝できました。 1.8 でもやっぱプロはね、見せるプレイもできるということでねあ、見せるプレイもできるというわけでね、やっぱプロは違いましたね。はい、というわけでちょっと危なかったんですけども、まあね、まあ見せるプレイというわけでね、まあ今回はやってみました。というわけでね、最後に見てくれた方ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。